こんにちは、デリッシュキッチンです。四角いとん平焼きを作ります。豚バラ薄切り 50g を3センチ幅に切ります。キャベツ3枚は千切りにしましょう。ボウルに卵3個を割り入れ混ぜておきます。卵焼き器にサラダ油大さじ1/2を入れて熱し、豚肉を入れ色が変わるまで中火で炒めます。キャベツを加えてしんなりするまで炒め、卵液の1/4を流し入れます。広げて半熟状になったら、奥側から手前に向かって巻き、巻いた卵を端に寄せましょう。卵液がなくなるまで同様に繰り返します。お好み焼きソースと青のりをかけたら完成です。